持ちしましょうか。やる気に満ち溢れている、はい、じゃあということで、はい、第2ステージいきたいと思います。どんどん第2ステージは、はい、今、先ほどやったジグザグゾーンプラス、はい、ちょっと物を投げます。あ、物をね。うん、はいはいはい。それをうまいこといなして、いけるのかどうか。まあ、宴会場なんかね、もう物いっぱい飛んできますからね。うん、そうやろ。はい。それをカバーして、こう、お客様のお飲み物を守るという。なるほど、はい、なるほど。そういう事態をちょっと予測して。全然ありますから、ね。で、ちょっとね、はい、今回投げるものが、はいはい、これ、ね、傘。はいはい。全然飛んできますよ。あんまりないや。どんな宴会それ。大丈夫それ大丈夫な宴会それ。全然大丈夫です。はい、いい宴会それ。いい宴会です。まあ、とりあえず2発投げますんで、はい、わかりました。ちょっといなしてやっていただきたいなと思います。はい、無理やろこれでも。道はね、はい、このジグザグで行ってください。はい、じゃあ行きましょう。はい、よーいスタート。はい、ピロ持ちました。うわ、無事届いた。ありがとうございます。ちょっと投げんのむずいな。いやでもすごかったな。まあ全然、はい、もうこういうふうに全然移動できると思う。違うて僕が追いつかん、はい、でもこう物を拾う、おこういうこともできますんで、すごいね、はい、全然大丈夫です。じゃあちょっと第2ステージクリアということで、はい、ちょっとじゃあ次、うん、第3ステージ行きたいと思います。行きますよ。どんどん来い。はい、はい、すいません、ラストオーダー30分前なんですけども大丈夫ですか。よく言うてました。よく言うてました。じゃあ第3ステージは、はい、ちょっとまあ、移動、はい、移動系はちょっとお休みして、うんうん、ちょっと趣向を変えまして、はい、お盆を持ったまま、はい、服脱げるかどうか。ああ、なるほどね。うん、まあ、いろんな作業をしながら、まあ、お盆持ったりしますから本当に。そうやんね、はい、でそれが全然こういうレジ打ちとかもやっとる。いやいや OK って、それは何やねんそれ。お客さんに失礼やってそれ。いや全然そんなレジ打ちないって。忙しすぎて。お札渡す時どうするんそれ。え、両手でちゃんと数えて渡さなあかん。片手で渡すん。いやこうやって。いやあかんって絶対それ。それはよくないわ。やめて。正解よそんな店。そういうのもね、うん、しますから本当に。じゃあちょっと、はい、靴、ジーパン、はい、T シャツ、はい、脱げる？いける？やってみますか。じゃあちょっと、はい、いいですか？はい、第3ステージ、はい、行きたいと思います。レディー、ゴー！靴ね。靴下を。靴下脱いで。もうちょっと急いでほしいな。あ、上よ。これむずいよ。これむずいよ。これむずいよ。うわ、うん、これむずいよ。どうですか。あ、いいですね。全然いける。いいですね、はい。全然全然余裕やな。なるほどなるほど、はい、じゃあ第3ステージ、はい、クリアです。もう本当に着替えから何から何もずっとこうドリンクは守れるんで。すごいな。はい、はい、もう何でもやらせてください。めちゃくちゃすごいな。はい、もうどんなんでもいけますから普通に。はい、全然いけますよ。全然全然。おい、すげえ。おい、すげえな。何やその顔。そうです、はい、じゃあちょっと第4ステージ行きたいと思います。はい、行きましょう。